どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、楽天キャッシュがポイント付与贈呈ルール変更ね発表いたしましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、楽天キャッシュのポイント贈呈ルール変更。まあ、これがね、どういった影響があるかっていう話なんですけども、資新宅の積み立てって今ね、楽天キャッシュでできますよね。 こちらに関しても今後ね還元がもらえるっていう風になるんですよね。で、またですね、今現在は楽天カードで楽天キャッシュにチャージして、その残高で楽天ペイを使うと1.5%還元がね、取れますよね。これも変更になりまして、 チャージ元を問わずですね、楽天キャッシュで、えー、その残高で楽天ペイね、利用していただくとですね、合計1.5%還元がね、取れるということで、こちらですね、アメックスから、えー、お得にチャージしてね、投資んだ組むこともできますよね。まあ、こういった感じでね、利用されている方はですね、 今回の発表ね、非常に朗報なのではないのかな、なんていうふうに思いますので、今回の動画ではこちらの発表とですね、この影響についてですね、どういった感じで利用することができるのか、解説ね、やっていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、えー、重要なお知らせということで、楽天キャッシュのポイント贈呈ルール変更に関するご案内ということで、楽天キャッシュのね、公式サイトで、えー、お知らせが来ておりまして、2024年夏頃より、オンライン電子マネー、楽天キャッシュにおける楽天ポイント贈呈ルールが以下の通り変更になりますので、お知らせいたしますということで、まずこちら、現行ですね。変更前、えー、楽天カードからのチャージで、 200円につき1ポイント楽天カード利用ポイントとして贈呈。これが今ですね。ですので、200円に1ポイントだって0.5%還元が楽天カードから楽天キャッシュにチャージするとね、まあ、もらえてたわけなんですけども、こちらがね、2024年夏頃より、えー、楽天キャッシュのご利用につき1ポイント楽天キャッシュ利用による獲得ポイントとして贈呈ということで、変更はね、発表されてるんですよね。で、か、適用日が2024年夏頃ということで、まあま まだね、2020年4月ですので、まあ夏っていうとまあ3ヶ月後、もしくは4ヶ月後からね、開始になると思うんですけれども、まあこういった感じでですね、発表があったんですよね。で、またね、この米印にね、非常に重要なことが書いてありまして、楽天証券における楽天キャッシュでの積み立てもポイント還元対象ですということで、 これね、非常に重要ですよね。この楽天証券のね、クレカ積み立てってありますよね。楽天証券のクレカ積み立てっていうのは、今現時点ですね、カードによってね、還元が取れているわけなんですけども、今現時点も楽天キャッシュで積み立てができるんですよね。ですので、楽天カードで利用していただくと、まあカードで10万、楽天キャッシュで5万ということで、合計15万円ね、キャッシュレスで積み立てができるわけなんですけども、楽天証券に関しては、楽天キャッシュもね、 還元が入るということで、こちら非常に朗報ですよね。楽天カードでも還元が取りつつ、積み立てができて、またね、楽天キャッシュでも、積み立てがね、ポイント還元取れるということで、 これはね、本当にすごいですよね。で、ポイント還元のタイミング、対象などの詳細につきましては、え後日お知らせしますということで、まだね、ちょっとわかんない部分はございますけれども、一応ね、こういった感じでね、発表があったっていうふうになるんですよね。今後ですね、楽天証券でえ積み立て利用されている方に関してもえ、ポイント還元がございますし、今後ね、楽天キャッシュでえ楽天ペイで、ね、利用した場合にもですね、還元が取れるっていうふうに、 なるんですよね。まあ、その代わり、楽天カードからのチャージでの、えー、還元はなくなるっていうところですよね。まあ、これがね、えー、こちらのサイトにもね、書いてありまして、こちらですね、今現時点では、ま、こういった感じでね、利用することができているわけなんですけども、2 0 2 0年の夏頃からは、1.5%還元、誰でも利用することができるということで、楽天キャッシュへのね、あの、チャージ方法は問わずですね、1.5%還元が、楽天ペインで利用するときに、 還元が取れるっていう風になるんですよね。非常に朗報ですよね。ですので1、1%は楽天ペイで取れて、0.5%はキャッシュの分で、翌月に、まあ、贈呈みたいな感じで、まあ、一緒にもらえるわけではないですけれども、合計1.5%還元がね、まあ、取れるっていう風になるんですよね。まあ、それ以外にもですね、このキャンペーンであったりですね、またね、楽天カードはですね、こちら、4月の18日に、ね、発表されてるんですけれども、楽天ペイと楽天ポイントカード、楽天エッジ え一つのアプリへということでアプリが分かれているところを今後はねこの一つのねアプリにえしていきたいっていう感じみたいなんですよねでそれに先駆けてですねこういったね初めての方ポイント10倍キャンペーンとかもね慣れておりましてえこちらがね詳細になるわけなんですけどもまあ、こちらね初めての方のみえポイント10倍ということでまあ、それ以外の方はえいつもの方は抽選でえこちらね1万名だったかなはい こちらね、楽天ペイアプリ内のポイントカードを提示して、楽天ペイで支払いしていただくと、ポイント10倍取れるっていう風になりますんで、もしね、あの、利用されてたことない方はですね、結構いいキャンペーンになると思うんですけれども、まあ、私の動画見てる方はね、一回ぐらい使ったことあると思いますんで、まあ、ほとんどね、対象に、あの、こっちの抽選になっちゃうんでね、あんまりね、当たんないと思うんですけども、もしね、 今までポイントカードを提示して楽天ペアアプリね、支払ったことない方はこちらもね、概要欄に載せておきますので、ぜひね、エントリーね、しといていただければなと思います。で、利用方法なんですけども、こちらからね、あの、エントリーしていただいてですね、アプリダウンロードしていただいて、楽天ペア,アプリ内のポイントカードを提示してお買い物ね、していただければ、今回のキャンペーンね、参加できるっていうふうになりますので、ポイントカードはね、こちら非常に分かりつく書いてありますけれども、このポ、あの、押したらね、ポイントカードが出ますので、これを提示して、 お買い物をしていただきます。で、今までですね、このね、楽天ペイって初期登録はね、非常にめんどくさかったんですよね。 今までね、支払い元をね、設定しないとね、この楽天のポイントカードもね、出せなかったと思うんですけども、えお支払い設定をせずにですね、楽天ポイント利用可能にということで、まあ、こういった感じでね、簡単に、えー、参戦することができるっていうふうになりますんで、もしね、初めての方に関してはね、結構いいキャンペーン、まあ、今まで利用したことある方もね、まあ、もしかしたら当たるかもしれないっていうふうになりますんで、ぜひね、こちらエントリーして、えー、利用ね、してみていただければなと思います。利用できるところはね、下に書いてあおりまして、で、これね、上 上限がね、200ポイントとか、そう、結構ね、少ないんですよね。ですので、上限が200ポイント10倍なんで、2300円とかね、そのぐらいになると思いますので、まあそんなにね、うん、あの上限もね、多くないんですけれども、一応ね、利用される予定のある方はですね、まあ楽天ペンね、いろんなところで利用できますんでね、エントリーね、して、利用ね、してみていただければなぁと思います。 で、またですね、2024年4月頃より、楽天モバイルと強化連携のため、楽天モバイル新規申し込み方を対象として、楽天アプリ、楽天ペイアプリを支払いすると、楽天ポイント3ヶ月間3.5%還元を実施予定、楽天ペイアプリコード払い利用すると1.5%還元されるため、本キャンペーン合わせると最大5%のね、キャンペーンも開催予定みたいなんですよね。まあ一応ね、このキャンペーンを狙いたいっていう方は、こちらね、 楽天モバイル新規申し込みをした方対象っていう風になりますんで、まあ今ね。 あの、今、楽天モバイルね、非常に強いキャンペーンやっておりますけれども、まあ、こちらを狙いたい方は今入らない方がいい感じですかね。まあ、でも今ね、あの、楽天モバイルのキャンペーンね、あの、先日動画、まあ、ちょっとこれに出しておきますけれども、今、14000ポイント、えー、乗り換えだったらもらえます新規でも7000ポイントもらえますんで、まあ、ここまでね、あの、このキャンペーンがあってもね、ここまでね、あの、強力にもらえないと思いますんで、まあ、こっちのキャンペーンの方がね、おすすめっていう感じですかね。 で、これがね、今後、2020年夏頃から開始ということで、まあ、どういった感じでね、影響があるかっていう話なんですけども、まずね、こちらですよね。まあ、この楽天ギフトカードはですね、今回ね、楽天キャッシュで積み立てることによっても0.5%が入ってくるということで、まあ、これがね、もう購入できなくなるのではないかっていうふうにね、結構言われているんですけども、まあ、一応ね、まだそんなことは言われ、あの、決まっておりませんので、一応ね、 え、今ある程度ね、話しさせていただきますけれども、このね、アメックスからのクレジットカードで、楽天ね、証券で、資信宅楽天キャッシュで利用していただいても0.5%取れてしまうっていう風になりますんで、こういった感じでね、利用することができるんですよね。アメックスから a p a y p r e p を利用していただいて0.5%還元。で、Apple Pay で1オンもしくは7個にチャージしていただいて、1オンでミニストップで楽天バリアブルカード購入した時に1%が取れて、さらにね、資信宅購入する 際に0.5%還元が取れてしまうっていう風になりますので、こちらだとね2%還元で投資インね利用することができるっていう風になりますので非常にすごいですよね。そのままね楽天ペイで利用していただければ、まあ、チャージ元を問わずね1.5%還元でまあ、楽天キャッシュだったり利用することができるっていう風になりますので3%還元でね楽天ペイ使えてしまうっていう風になりますのでこれはね本当にすごいですよね。 で、ミニストップがね、近くにない方は、こうね、ちょっと1%還元落ちてしまうんですけれども、まあ、それでもですね、1%還元で、投資イ託タねえ、購入することができるっていうふうになりますんで、 これはね、本当に朗報ですよね。ま、あこれはね、iPhone の方限定のルートになりまして、こちらは、え、Android と iPhone 両方ある方に関しては、え、こちらね、楽天バリアブルカートルートではなくて、ANA Pay を使ったえ楽天エディルートですね。こちらは、Amex から AU Pay Prepaid, Apple Pay Charge で、ANA Pay で、ANA Pay から楽天エディ、楽天キャッシュで、等身託ね、0.5%、楽天ペイだったら1.5%へ利用することができるということで、このルートであれば、え、自宅関係 完結でね私は最近こちらでね、結構やらせていただいてるんですけども、自宅完結で0.5%で1%で、送信託購入でね、0.5%取れるっていう風になりますんで、 自宅完結で1.5%還元で等身宅が利用することができるっていう風になるんですよね。ですので、まあ、楽天バリアブルカードがね、もしなくなってしまったらもうこのルートっていう風になりますよね。その代わり Android iPhone、ここがね、iPhone しか通ってなくて、ここが Android しか通っておりませんので、両方持ってる方じゃないとね、利用することができないんですけども、このルートもね、非常にいいですよね。 で、次に、アンドロイドユーザーの方は、えー、先日ね、お話しさせていただいた通りですね、このね、アメックスのクレジットカードっていうのは、ANAPay にね、流せるルートが、アンドロイドの場合ね、なくなってしまいましたので、今現時点ではですね、まだね、あの、この間にバンドルカード、ANAPay、話さんでね、利用することができるんですけれども、えー、4月の23時でね、終わってしまいますんで、まあ、それ以降はですね、このアメックスからね、 お得に購入されたいっていう感じになると、もうアメックスから直接エディにチャージですね。こちら、還元がなしっていう風になるわけなんですけども、楽天エディ、楽天キャッシュで、楽天キャッシュから投資インタね、利用していただければ、まあ今までね、こちら、ゼロだったわけなんですけども、今後はね、0.5%取れるっていう風になります、なりますんで、非常にいいですよね。まあこちらのルートもね、塞がれないことをね、まあ祈るばかりなんですけども、まあここはね、もうずっとできるようになっておりますんで、 まあ、ここは多分ね、最近通ったばっかりなんでね、まあ、塞いでは来ないと思いますんで、このルートはね、なくなんないんじゃないかなって、個人的にはね、まあ、思ってるんですけども、ちょっとね、考えが甘いかもしれないんですけども、このルートはね、多分なくなんないと思いますんでね、今後も利用できるのではないかと思っております。はい、ということで、今回ですね、楽天キャッシュがですね、ポイント贈呈ルール変更ね、発表しましたので、そこをということでね、動画作らせていただいたわけなんですけども、いやね、 久しぶりにね、いい話が来ましたので、この後ね、楽天バリアブルカード終了とかね、楽天エディから楽天キャッシュチャージ終了とかね、まあ、ここら辺がね、起こらないことを祈るばかりですね。まあ、楽天バリアブルカードはね、もしかしたらなくなってしまうかもしれないですけれども、 ま、アンドロイドルートさえね、残っていただければね、どうにか利用することができると思いますんでね、どうにかね、残ってほしいですね。はい、ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画がにくった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクリア診断、ポイントサイズ診断ね、こちらから無料で利用することができますんで、ぜひね、チェックしていただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。